下電気株式会社は、明治末期から大正時代にかけて、現在の愛知県半田市に存在した電力会社兼ガス会社である。1917年までの旧社名は、下ガス株式会社。ガス専業会社として1910年に設立、開業。電気事業は4年後の1914年より、追加されたものだが、こちらが主力事業となった。 1921年に名古屋市の関西電気に合併され、電気事業は同社の更新東方電力、ガス事業はガス専用の東方ガスへと、それぞれ引き継がれた。初代社長、奥田正孝1889年、中部地方で最初の電気事業者として名古屋市に名古屋電灯が開業した。以後、同地方では主要都市に次々と、 電気事業が起業されてゆく。また1907年に名古屋ガスも開業し、名古屋市では都市ガス供給も始まった。この時代の都市ガスの用途はガス島が主力であったことからガス事業は投下供給という点で電気事業と競合関係にあった。北半島東海岸に位置する北郡半納町ではガス事業、電気事業ともに同時期に企業の動きがあった。 まずガス事業を担うチタガス株式会社は、1910年2月14日、ハンダ城アザ西館内に資本金50万円で設立された。この時期、日本全国でガス会社の設立が相次いでおり、名古屋ガスも各地のガス事業設立に関与して、豊橋ガス、浜松ガスなどを立ち上げていた。名古屋ガスの関与で設立されたガス会社の一つであり、 初代社長は名古屋ガス社長の奥田雅香が兼ねた。役員には地元ハンダの人物も3名を連ねており、内中のハンスケとホズミ九ラクロが取締役を務める。下ガスの設備工事は順調に進み、1910年6月、ハンダ城と隣のナリワ町を供給区域として開業した。開業当初、 6月末時点のガス高校数は、投海用が583個、熱用が80個であった。一方、電気事業を担う地田電灯株式会社は、地元の中沼田左衛門ら11名によって発起され、1910年3月30日付で、事業許可を得た。しかし、地田ガスが順調に開業した一方で、この地田電灯では、機械の調達などに手間取って開業が遅れてしまい、 下ガス開業を機に事業を一時見合わせ、ついで翌1911年5月に、権利主催を、下ガスへと譲として消滅してしまった。1912年2月、現在の名鉄とこな滑線を建設した、鉄道会社愛知電気鉄道が、県営電気供給事業を開業し、と滑な,など、北半島西海岸の地域に伝統がついた。 事業許可取得が1911年4月と、下伝統の1年後ではあるが、これが、下半島で最初に開業した、電気事業となった。同社の転倒区域は徐々に拡大しやがって、半島南端の諸崎にも及んだ。また、半島東海岸北部の東浦村には、岡崎の岡崎電灯が進出し、1913年2月より、供給を始めた。同社はもともと、 ハンダ方面への進出を狙っていたが、供給権が千田伝統に認められて、東浦村の供給のみに止まったという。千田伝統への事業許可から4年後の1914年1月12日、千田ガスはハン町、成岩町、亀崎町で伝統供給を開始して、電気事業を開業した。電源は名古屋伝統からの受電とする計画であったが、 同社の送電線工事が遅れたため、暫定的に自社発電所を設けた。この発電所は、出力6 0ットの内燃力発電所で、ハンダジョアザ西館内にあり、イギリス製の吸入ガス機関と日立製作所生産、小交流発電機を備えた。その後1915年11月14日、名古屋電灯の変電所が完成指導者からの受電が始まる。 受電契約口は3 0 0ットで、受電開始を機に供給が、竹予町、阿久井村にも広がり、動力用電力の供給も行われるようになった。電気事業開業後、電灯への切り替えによりガス灯は衰退していき、電灯、電動機利用の増加で事業の中心が、電気事業に移ったため、1917年12月16日付で、地下ガスから、 下電気株式会社へ社名を変更した。同時に本店を、ハンダあざ南浜へと移転している。ついで1919 19年、東浦村に供給していた岡崎電灯が、矢作川水系のアスケ発電所完成を機に、下電気への送電を始めた。2年後の1921年6月末の段階では、下電気の充電は、 名古屋電灯からが5 0 0ット岡崎電灯からが6 0 0ットとなっている。また供給面では、1920年末に、竹豊町の帝国火薬工業と3 0 0ットの供給契約を締結し、1921年4月より送電を開始した。経営面では、1913年11月に、奥田雅香が取締役社長を辞任した。以後は、 中野半助が代表者であり、1918年の役員録には、社長、中野半助、常務、保住虎苦労、1920年の役員録には、社長、中野半助、常務、中野俊三とある。また、1921年7月2日、千田電気は電気漂白を目的とする千田電気漂白を合併した。合併に伴う増資は70万円で、 合併後の資本金は120万円となった。名古屋市の名古屋伝統は1920年より、周辺事業者の合併を積極化し、翌年8月にかけて、愛知、岐阜両県下の市宮電機、岐阜電機、豊橋電機、板鳥川電機他2社を相次いで合併した。さらに百二十一年三月末、奈良県の関西水力電機と合併契約を締結し、 同年10月に同社と合併し、関西電機へと解消した。こうした再編が進む最中の1921年5月16日、下電機は関西水力電機との間で合併契約を締結した。その合併条件は、存続会社の関西水力電機が2239,950円を増資し、 解散する北電機の株主に対してその持ち株15株につき関西水力電気新株を28株の割合で交付するというものであった。同年6月25日に北電機側、27日関西水力電機側で、それぞれ株主総会が開かれ合併の決議がなされる。11月15日に低心章から合併が認可され、 関西電気成立後の12月23日に合併確認総会が開かれて合併手続きが完了、同日をもって地田電気は解散した。地田電気を吸収した関西電気は翌1922年にも九州の九州電灯鉄道などを合併し、中京、関西、九州にまたがる大電力会社東方電力へと発展した。また名古屋ガスをも合併し、 同社の事業をもとに子会社東方ガスを設立している。さらに、翌1923年4月1日、千田電機が経営していた半田町、成岩町のガス事業が、東方電力から東方ガスへと譲渡された。関西電機との合併直前、1921年6月末時点における、伝統、電力供給区域は、千田郡の内半田町、成岩町、 亀崎町と武豊町、阿久井村の4町1村である。同年5月末時点において、電灯21785灯、電動機236台、計1471.5馬力を取り付け、帝国火薬工業に3 0 0ットの電力を供給していた。ガス供給区域は、下郡半田町、成岩町、 1921年5月末時点において674個の需要化に供給し、東賀高校2692個、熱用、高校701個を取り付け、他にガスエンジン9台を設置していた。なお、ハンダ内にあるが、東洋防石地下工場は、名古屋電灯の需要化であり、1919年末時点では、同社から1 0 0 0ットを受電していた。 名古屋電灯が同工場へ供給を始めたのは、下ガスへの送電開始から半年後の1916年4月のことである。ありがとうございます。